はい、1日4時間の期間が4ヶ月の短時間短期間訓練となっております。短時間短期間訓練、はいはい、で今はですね、注目ワードですね、総務や会計の内容を学んで、これからですね、機械製図や二次元CADを学ぶような感じになっております。やっぱりCADですね。短期間だと4ヶ月、そうですね、4ヶ月です、ね、こちらになってますね。今日の授業も、はい、こちら、もう突発やっぱパソコンの基本操作からいきますね。そうだね、情報管理という授業をしております。総務経理では大事なところです。はい、そうですね、個人情報、うん、はい、今年度から、今年度というか令和4年度から創設された訓練ということで、うん、新しい、先ほどもちょっと喋ったんですけど、うん、まあ、1日4時間の短時間訓練でやるということで、うん、短いとありがたい人も多いね。そうですね、うん、総務なんでパソコンのこう基本的なところから CAD のところまで学ぶという訓練ですね、うんうん、なるほど、はい、そして続いて機械加工課ですね、はい、まあ、この課はですね、うん、CAD をやはりこう使用したりとかっていうよりも、うん、加工の方メインですね。いろんなこう工作機械を使って、うん、いろんなものを加工するっていうのがメイン。加工がメイン。そうですね、うん、まあ、旋盤とかいうのところとか、ね、そうですね、フライス旋盤とか、うん、マシニングセンターとか使って、はいはいはい、機械の加工技術を学ぶと。なるほど。でやっぱりその、まあ、この訓練に限らずですけど、うん、やっぱそのグループワークが主なので、うん、やっぱその採用された企業さんからはそのあたりのこうチームで何かするっていう協調性とかがこう身についてる、慣れてるからね、はい、そのあたりをすごいこうフィードバックをポリテックセンターチームさん受けてるみたいで、まあ、この訓練に限らずではあるんですけど、うん、そこはやっぱグループでいろんなこと、強みですね。そうですね、それぞれこうおのおのというか、授業で知識を学んでグループワークでそれを生かすと、うん、知識だけじゃなくて それプラスあると、はい、さすがポリテック、そこがやっぱりすごい会社さんから他の評価得てるところ、いいですね、はい、もうぜひ皆さんもね、そうですね、ちょっと考えていただければいいです、ね、この日はあれでしたね、座学の日でしたね、うん、そうでした、うん、もう機械も充実、そう、もうなんか会社さんが使ってる機械をそのままやはり導入してるっていうのがあるので、うん、まあ、そのまま現場行ってもそのまま戦力になると、即戦力ですよ、即戦力になるというところで、はい、間違いないですね、そこがやっぱ間違いないですね、はい、マシニングセンターなんて何千万もする機械が、ね、置いてありますから、ね、なかなか触れないですね。次の課は住宅診断 CAD プランナー課になります、はい、今はですね、来ました住宅診断 CAD プランナー課、来月終了のコースとなっております。5月の人ですか、はい、あ、もうこの時なんか終了間際、終了間際でしたね、そうですね、そういうことなんです、特に女性の方に人気の課になってきました。女性人気、はい、多かったよね、女性が。そうですね、うん、こちらなんですけれども、はい、最初、あ、失礼しました、女性人気のコースで、今は各自住宅のプランを考えて図面を作成しているところになります。プランニングですね。そうだね、うん、こういくとすごいですね。もう土初発、ね、こっからこの導入から始まって建てるところまで、そうだね、実際に建てるとこあったもんね。そうですね、そこがすごいですね、うん、すごい、図面を作成しているところにして、この後はですね、考えた図面をですね、模型にしてですね、プレゼンをプランとかを立てて、いいよね、実際に CAD で形にしていくと、ああもう今まさにやってますね。外石じゃないですよ、ここ外側ですね。あ、いえ、今ちょうど今県内ですかね、やってるところですね。もうこう単純にただこうプランニングするだけじゃなくて、やっぱりその、うん、こう何ですか、こう実際に立っても遜色ないようなというか、こう何ですか、耐久性とかを考えて、ね、重要なところデザインだけじゃなくて、ね、そうですね、うん、デザインだけじゃなくて、うん、実際に立った時に、まあ、どうなのかっていうところまで考えてやってますね、うん、やっぱりこうやってこう授業風景見てみても、女性がそうだね、やっぱり多いですね、多いね、うん、プランナーの
全ところに柱を立てたりとか、これ実際の実際の模擬家屋と模擬家屋呼ばれる、うん、そんなあの壁紙貼ったりとか、これだってもう、うん、本物だったもんね。本当ですね、もう普通のお家に施設内にお家あるみたいな、うん、そうでした、そうでした。あの畳から、そうそうそう、和室から洋室から、ね、本当にこれ学んだ後自分の家どうしようかなとか絶対考えますよね。考えますね。あのやっぱりこう和室と洋室でこう何ですか、使う壁紙も違ったりとか、そうだね、デザインも変えたりとかあるから、それぞれ和室と洋室があるんですかね、あたりは。まあでも単純にそのCADで図面を作る以外にも、建築っていうとそのあのそのルールがあるじゃないですか、あの ちゃんと耐震があるとか、はいはい、ああいうのは学ぶんですか。はい、法律のところも学ぶ。そうなんです。実際じゃこのまま建ててもいいぐらいの、うん、 そういうやつでやるんですね。そのまあ制度とかそういった話で言ってしまうと全然大工さんとは違うんであれですけれども、やっぱりそこも考えて、そうだよね、ですね、うん、ああ、訓練施設でできちゃうのすごいですね、すごいよねこれは、うん。足場もあって本当ですね、足場もあって工事現場だよ、工事現場ですね、完全に。あ、で、そう、あの切り出しとかから、そうだ、もう木材もめっちゃあったもん、ね、すごいですね。だって素人がやったらまっすぐ切れないですよね、あのノコギリを使って、それがここでできちゃうんだから多分だから多くの人がこう僕らみたいに多分最初はそれすらもできない人たちがこういうのできるようになるっていう、できますけどみたいな、はい、そう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 、結構難しいワードが出てきた、ね、ちょっとあのかなり専門用語が多くて、でこう、まあ、各種機械がやっぱあるんですけど、うん、そのまあやっぱ鉄鋼材ですね、鉄鋼材を使って接触をさせることに1回通電させて、それでほぼ一通りの溶接を、でそれはまあ、学ぶ感じですね。まあ、アップっていうのは簡単に言うと、そのコンセントをガッと抜いた時に一瞬光る、あの光があれがアップです。なんでやる雷の放電現象なんですけどね、で電気、この間電気流して放電現象でやる、うん、まあ、そう見ていただいたら眩しい光が見えると思うんですけど、眩しい光と鉄を簡単に通す熱を持ったものがアークです。なんでこれ全部アーク溶接です、これ全部ね、電源取ったら簡単に全部アーク溶接です。で鉄って例えば何度ぐらいで溶けるかっていうのはどうですか。もうクイズ。100度。100度。100度で夜間溶けますよね。沸騰させる。そう。なあ、いいとこ行きますね。鉄の融点で一般的に大体1500度ぐらいって言われてますね。その鉄が一瞬で簡単に溶けるんで、アーク自体の温度はもっと高いんですよ。あの眩しいやつはそれぐらい熱を持ってるんですね。それで一瞬で溶かして、その棒からアーク出てますんで、そうすると棒が熱によって消耗していくんで短くなってるんですよね。でその鉄が溶けるとへっこんじゃうので、その棒が溶けた分が肉となって、溶けた鉄と肉が合わさって、それで溶接のビード肉になってくるんですね。それを埋めていくっていう、まあ、そういうイメージです、この溶接については。難しい、難しいです、ね、外とかに使われるっていうことは、なんか長持ちするとか、あの必死になんか引っ込んでるわ、あったりするんですか、はい、でこれ他のガスを使う溶接って基本的には風に弱いんですよ、うん、風吹いちゃうと溶接が消えるから、ガス使うと電気使って火花が違うってことですよね。昔からアーク溶接の中で一番歴史が古いやつなんで、なのでその屋外でも風の影響なく使えるっていう。消毒大事だよ。見ました、ブレイクタイム、ブレイクタイム作ったやつですね、生徒さんが。はい、で機械のあれですね、実習中のところですね、はい、やっぱりこう、まあ、この電気制御エンジニア科は製造業というところで、うん、まあ、人手がやっぱり足りないと
いうところで、じゃあ重宝されます、ね、そうですね。でまあ製造ラインとかやっぱこう自動化してるので、うん、その製造ラインの自動化のその自動化のところですよね、うん、あのその自動化のこうプログラミング組んだりとか自動化が進んでるってところで、うん、要はその自動化に焦点を当ててるってことですよね。それはそ の, あのプログラミング組んでそのライン動かしたりとか、うん、そのラインによってこう ABC っていうパーツをこうプログラミング分けたりとか、うん、それをこう自動化でやったりとか、その部分のこう開発とか保守の点検とかそんなことをできる人材を育成しているコースということで、なるほど、見させてもらいました、はい、たっぷりでしたね。たっぷりでしたね、もう本当に盛りだくさんでしたね、皆さん本当にありがとうございましたありがとうございました本当に、はい、ということでポリテックセンターチューブさんの、はい、コースの動画をちょっと職員で見て、まあ、必要なところちょっと補足を、はい、説明を入れさせてもらったということで、はい、はい、はい、また今後も訓練行動の職業訓練に関する動画を上げていきたいと思いますので、はい、ぜひともご覧ください。交互期待です。交互期待です。高評価もよろしく。よろしくお願いします。はい、お願いします。